アビーチーさん、こんばんは。いつも動画楽しませていただいてます。個人的にアンダーカバーが好きなんですけど、 GU とコラボして一気にアンダーカバーのロゴティーを身につけたミーハー感あふれる人が増えた気がするんですが、なぜプチプラファッションなどとコラボするんでしょうか。やっぱり名前を売り出すのはには必須のことなのでしょうか。僕思いなんですけど、アンダーカバーのあの GU のコラボは、僕もアンダーカバー好きなんですけど、デザイン僕結構ツボなんですよ。あの人ロック好きやし、メッセージ性もあるしね、なんか結構好きなんですけど、アンダーカバーの GU のやつはちょっと僕はあんまり好きやなかったですね。あの GU のロゴって別に着たくないなって思うから、アンダーカバーは別に絵としてもって思っちゃいましたね、うん、昔ユニクロであることをバレるのをユニバレって言って、ちょっとね恥ずかしいみたいなのあったんですけど、うん、GU も割と GU じゃないように見えるけど GU やねんって言って着てんのがかっこいいみたいな感じないですか。だからなんか GU っていうブランドとコラボしたことを推す理由はあんまりなかったんちゃうかなと思うんですけど、僕が思うんですよ、多分なんですけど、あの GU とコラボした時に担当してたアンダーカバーの、デザイナーの方がね、高橋純さんが あれをやったのか僕は分かんないですけど、 GU とのコラボの担当した人が多分思いついたんやと思うんですよ。 GU の U をアンダーカバーの U にしたらなんかおもろいんちゃうかって、それを面白いっていう風に思いすぎて、多分 GU っていうのを押す感じのロゴにしたんやと思うんですよね。あれちょっとね、僕はねええのにって思いましたね。そんなんせんでって思いましたね。ロゴとか押さんかった方が良かったのになと思いましたね、うん、でもそのああいうそのファーストファッションと、コラボするのって、まあ、もちろんお金もあると思います。絶対にお金も絡んでるし、それが理由っていうのはね、絶対理由の一つではあると思います。お金結構ギャラが多分いいんでしょう、コラボすると。うん、それはあると思いますけども、それともう一つあるとすると、多分大喜利みたいになってると思いますね。僕は GU とかユニクロとかとブランドがコラボするとしたらどんな服を作るかみたいな大喜利、自分らがファストファッションで服を作るとしたらこんなみたいな感じの、そういう多分大喜利になってんじゃないかなと思いますね。ジルサンダーとかが一番今最近やったら成功した例なんじゃないですか。ある系で大量生産されてるから、なんかちょっとだけその気恥ずかしいところがあるっていうのはみんな持ってると思うんですよ。ああいうファストファッションの服着るのって、そこでそのデザイナーの方とかはね、そこでコラボすることによって、そのデザイナーがデザインしてるかっていう建前で、そのみんなが着てる服やけど買うってことができると、うん、特別感が一応あると自分の中でね、うんうん、でもやっぱあれは大喜利ですね、僕の中では、うん、そう、もしもシリーズですよ、昔志村けんがやってた、うん、みたいな感じじゃないですかね、うん、だから多分その、ファストファッションでもし表現するとしたらこういう表現する私はみたいな、そういうところをその各いろんなコラボしてるブランドが表現し合ってるというかみたいな感じなのかなと思いますね。まあ、ああいうのをやることによって大衆受けというか、その知らなかった人が知るきっかけにもなるし、やっぱりプロモーションって意味もでかいと思いますし、お金の意味もね、うん、と思います。でもデザイナーの心としてはさっき言ったみたいな、そういう大喜利に参加するような感じ、おっしゃ GU コラボ来たで、このブランドはこういう風にやったな、うちやったらどうやろうみたいな感じで考えてる大喜利大会のような、うん、一本グランプリですねあれはと思います。